1993年、デビューイヤーにいきなり世界 GP250 チャンピオンを獲得した原田哲也さん。腰淡々とチャンスを狙い、ここぞという時に勝負を仕掛ける鋭い走りから、クールデビル、と呼ばれ、たびたび上位争いを繰り広げた。2年に現役を引退し、今はツーリングやオフロードラン、ホビーレースなど幅広くバイクを楽しんでいる。 そんな原田さんのウェブヤングマシン連載は、バイクやレースに関するあれこれを大いに語るウェブコラム。第115回は、2024年シーズンの最初の展望です。カピロッシも、マルケスが勝つんじゃないかな。マレーシアでの公式テストを皮切りに、まもなくモト GP の24シーズンが始まりますね。 僕が注目したいのは、やっぱりルカティを走らせるマルク・マルケスです。今シーズン、10勝、つまり半分ぐらいは勝ってチャンピオンを取ってしまうのではないでしょうか。モナコでロリス、カピロッシ、と会話したんですが、彼も、マルケスが勝つんじゃないかな、と言ってました。僕とロリスで同じような認識を持っているのは、 昨シーズンが終わった直後に行われたバレンシアテストでのマルケスの走りを見たからです。ほとんど流しているように見えたにもかかわらず、いきなり総合4番手タイムですからね。しかもドゥカティの中でも2番手、メーカーが変わって最初のテストでこのポジションとは、本当にすごいことです。バレンシアテストではものすごい注目度だったマルク・マルケス選手。 マルケスのポテンシャルの高さを改めて見せつけられましたが、ルカティの完成度がかなり高いこともよくわかりました。このコラムでも何度かお伝えしていると思いますが、いいマシンは乗り始めてすぐにいいフィーリングが得られます。僕も現役時代、ニューマシンにまたがり、ティットを出てコースインするまでの間に、いけそう、もしくは、やばそう、とわかったものです。 マルケスとドゥカティ、ポテンシャルが高いライダーとマシンがペアを組むわけですから、これは相当に強いでしょうね。シーズン10勝はちょっと大げさかもしれませんが、現時点ではそれぐらいの可能性を感じてしまいます。年明けに公開されたニューマシンのカラーリング、弟のアレックス・マルケス選手がチームメイトに、となると、 今シーズンもホンダとヤマハは厳しい戦いを強いられそうだぞ、という悪い予感もします。ロリスは、ホンダに移籍したルカ、マリーに、と話をしたそうですが、バレンシアテストで乗った RC213-5 は、思ったより良かった、と言っていたとか、思ったより、がちょっと気になるところです。ホンダとヤマハは、仕事への取り組みを大きく変える意気込みのようですね。 僕としては、やっと、と言いたくなります。笑現役の最後、2年はホンダで走りましたが、内政へのこだわりが強いんだな、という印象を持ったことを思い出します。アプリリアのファクトリーチームを経験していた僕からすると、ヨーロッパのサプライヤーをうまく活用すれば、もっと早く、もっと安くパーツ開発ができるのに、と思ったものです。 もちろんホンダにはホンダの事情があって、そう簡単にはいかないのも理解できますが、元 GP がヨーロッパ中心のモータースポーツであることは、今までも、そしてこれからも変わらないでしょう。そこに日本のメーカーが参戦するなら、ヨーロッパのリソースをうまく利用しない手はない、と思うのは、僕がマシン開発の本当のところを理解していないからなのかもしれません。 でも、ここへ来てホンダもヤマハもいよいよ仕事のやり方を変えると口を揃えているようですから、やはり今までのやり方には何らかの問題があったと見るべきでしょう。新しい取り組みがうまくいくことを願ってやみません。サテライトのドゥカティからファクトリーホンダに移籍したルカマリーニ選手はバレンティーノ・ロッシの弟。 2021年にチャンピオンを獲得した後、次第に苦戦が目立つようになったヤマハのエルディアブロことファビオクアルタラロ選手。ホンダもヤマハも今シーズンはコンセッション、獲得ポイントに応じ、買いメーカーに与えられる優遇措置が適用されますね。両メーカーとも活用できるものは徹底的に使う、と言っているようです。しかし、 こんな状況になった要因としては、やはり16年の共通 ECU 導入が大きかったように思います。電子制御がマシンパフォーマンスの要になった時代、ホンダもヤマハも自社製 ECU に心血を注いで作り込み、良い成果を得ていたのに、共通 ECU 化によってその牙を抜かれてしまったわけですからね。 今振り返っても、影響はかなり大きかったと思います。しかしそれも日本メーカーに政治力や交渉力がなかったから、とも言えます。実情は詳しくわかりませんが、言われるがままにレギュレーション変更を飲んだように見えますし、それが現状を招いてしまった面は否めないでしょう。ブカティは交渉が非常にうまかった。ジジダッティーリャ。 ルカティのゼネラルマネージャー、なんて、思い通りにならないとすぐに、じゃあ撤退します。ですからね、笑エントラント数を確保したいドルナとしては、ルカティに抜けてもらっては困りますから、言うことを聞く。半ば脅しのようなものですよね。逆に、日本人は自己主張しないことに美徳を感じている節があります。 そして、臆面なく自己主張を繰り返すヨーロッパの人たちに対して、あいつら言いたい放題言ってさ、と後になって愚痴ったりする。でも、さっきも言ったように、元 GP はどうしたってヨーロッパ中心のレース。そこで戦うつもりなら、メーカーもヨーロッパ流にしっかり自己主張することは絶対必要でしょう。 自分たちにとって少しでも有利なルールを策定させることも立派な駆け引きだと僕は思います。勝敗をかけて競い合っているのは僕たちライダーだけではなくメーカーも同じです。僕たちがレース中に押したり引いたりするようにメーカーも押し引きしながら最良の結果を得なければならないと思います。メーカーにもメンタルの強さが求められる。 それが元 GP です。今シーズン、コンセッションという屈辱をバネに日本メーカーがどんな戦いを見せてくれるか、楽しみにしています。